私の専門は統計的因果推論です。慶応義塾大学経済学部の星野孝博です。統計的因果推論と言っても気にならない方も多いと思います。まずは具体例で説明しましょう。例えばあるがんの治療法として、手術と放射線治療という2つの治療法があるとしましょう。ある時期に国内で手術を受けたグループと放射線治療を受けたグループの5年生存率を計算したところ、手術群で顕著に生存率が高いことが分かりました。この結果から手術が良い治療法であると言えるでしょうか？残念ながら話は簡単ではありません。心臓に疾患があるなど全身状態が悪い患者は手術の対象にはなりませんよね。つまり2軍での治療成績の差には手術か放射線かという純粋な治療法の差だけではなく、その2軍の個人の状態の差が混ざっていて、これを分離することができません。したがってもし手術を受けた全身状態が比較的良い患者群が放射線治療を受けたなら、もっと治療成績が良くなっている可能性すらあります。治療法をランダムに割り当てるランダム化比較試験を行えばこの問題を解決できそうですが、人は動物実験と違い治療は嫌など割り当てに従わない人がいることの問題、いわゆる不遵守が生じて、ランダム化比較試験でも治療法の差が正しく評価できません。またこの状況は医学に限りません。例えば政府の行う政策の効果を考えてみましょう。体力の弱い中小企業を対象とした補助金の効果などを評価するために、補助金の受給対象となった企業の一部をランダムに補助金を与えないということは倫理的に許されません。マーケティングでは商品の購買可能性が高い顧客ターゲットに広告やクーポンが与えられ、教育でも必要な子どもに手厚い補習プログラムが提供されます。このようにランダムな実験が倫理的あるいは現実的に難しい場合や不遵守がある場合に、正しい効果の評価を行う研究デザインや分析方法を作る、あるいは個人ごとに最適な介入方法は何かを探るというのが統計的因果推論の研究分野です。単にビッグデータから相関関係を見る一般のデータサイエンスではなく、原因と結果の関係である因果関係を探るのが重要です。私は国内ではほとんど研究者がいなかった2000年代初頭の博士課程の時代からこの研究分野の将来性に着目して方法論の開発を行い、その成果が日本学術振興会賞や日本統計学会研究業績賞の受賞につながりました。私が理化学研究所 AIP センターのチームリーダーを兼任しているように、今ではこの分野が AI 研究のホットトピックとして研究されているのには覚醒の感を感じています。統計学の研究をしているというと数式展開やパソコンを使った分析ばっかりしているイメージがありますが、私は数多くの企業の技術顧問を引き受け、また専門知識に基づいたコンサルティング会社を設立しています。数学的な方法を開発する研究者がなぜそのようなことをするのか、それは現実社会にこそ解きほぐすべき因果関係が膨大にあり、解くべき課題とデータやフィールドの制約があるからこそ、 AI や機械学習を使うだけではできない新しい研究が生まれます。現在私の研究室には博士課程7名、修士課程13名が在籍していますが、日々さまざまな学生とともに現実の課題を解決し、そこから新しい学知を生み出すことに日々喜びを感じながら研究生活を送っております。